にはなってしまうかなとは思いますが、まあそれでもね、どのくらい、そのレクチの音に近づけられるかというのを、今日はここに並んでいます。こちらがブギーね。いつも俺が使ってるのはブギーなんですけど、まあ、こちらにマーシャル、これは JCM の800でございますけれども、私のですね、今足元にはですね GT1 という、まあ、マルチのエフェクターがあるんですけれども、その中にアンプシミュレーターも入っておりますので、そこに、このレクチの音が入ってるんで、ちょっとね本当はここで慣れしたかったんだけど、今クリーンの方がちょっと調子が良くないということで、マーシャルの方で、プリアンプの音というかこのね、アンプシミュレーターの音を鳴らしてみて、まあ、本物のレクチの音と、シミュレートされたレクチの音がどのぐらい違うか、まあ、アンプもスピーカーも違うんで、まあそれは違うに決まってるんですけど、まあやっぱりねスピーカーがマーシャルなんで、マーシャルの音にはなってしまうかなとは思いますが、まあそれでもね、あのどのくらい近づけられるかという感じで、今日は歪みの方をまたやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、まあいつも通りと言いますか、私がよく使っておりますこの、レクチ、ブギのねレクチで、歪ませた音をちょっと弾いてみたいと思います。まあこれがね、あのレクチの音と言いますか、ブギーの音と言いますかね、私的には非常に心地の良い、歪みでございます。ではまあここのマルチに入っている、シミュレーターで、どのくらい、そのこのレクチの音に近づけられるかというのを、まあちょっとアンプを変えてマーシャルになっちゃいますけれども、こっちにクリーンがね行かれてるんで、まあ、こっちになっちゃいますけれども、ちょっと近づけられるように、歪みを作っていこうかなと思います。はい、今度はね、こちらにシールドを挿してありますので、マーシャルの方で、この GT1 を使ってどのくらいレクチの音に似せられるかなというのをやってみようかなと思います。まあ、一応クリーンの方に、してあるので、音はこんな感じ。それではね、ちょっとこっちのプリアンプを押してみようかなと思います。一応似たようなセッティングにしたので、どのくらい似てるかちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じですけれども、いかがですかね。まあぶっちゃけた話、まあ音圧というかね、そういう迫力がちょっと足りてないかなっていうのは、まあ正直なところかなと思います。歪んではいるし、別に俺的には気持ちいい歪みなんだけど、まあデジタルな感じが否めないかなっていうのが、まあ正直なところではございます。じゃあここにちょっとブースターを足して弾いてみたいと思います。まあ若干ですが、音に厚みまではいかねえかな、うん、まあ少し改善されたかなっていう程度ですね。じゃあちょっとこの、ブースターの方を、まあ、つまみがちょっとあるので、今すごい一番ちっちゃくぐらいにしてあるので、まあ、もうちょい上げてみましょうね。あまりよろしくないですね。はい、それではまあブースターの方ではちょっとね今一つだったんで、まあこちらのアンプのイコライジングでちょっと変えてみようかなと思います。
やっぱりちょっと苦しいですかね。こっちのアンプの歪みに比べるとちょっと弱い感じというか薄い感じがどうしてもしてしまうのかなというのが、まあ現状なのかなと思います。昔はね、俺ずっとエフェクターで歪ませてやってたんで、まあこんなような音だったんですけども、まあ実際にアンプの、まあその真空管のねアンプで歪ませてやってみたら音がやっぱり全然違うので、まあそこには勝てないのかなっていうのが、まあ正直なところでございますね。まあそれでは次にはですね、こちらのアンシュミはちょっとやめて、マーシャルの歪みでちょっと試してみようかなと思います。はい、じゃあ今ここの足元は何もかかってない状態で、この JCM800 の音をちょっとね、弾いてみようかなと思います。はい、いかがでございますかね。今ね、ここの、原因はですね、7.5、まあ3時ぐらいを指してるんですが、で、トレブルとベースを6で、ミドルを4ぐらいにして、まあさっきのこっちと同じ、ブギと同じ感じのセッティングにしてみましたけれども、まあちょっと思ったよりも歪まないかなっていうのが、まあ今私のイメージでございます。じゃあここに私のブースターをちょっと加えて、もう一回弾いてみたいと思います。はい、まあマーシャルって感じの音ですよね。やっぱりね、ちょっとシャキッとやっぱりこっちもしてるんですけど、まあ俺的には若干歪みが足りないかなと。まあもちろんアンプによって全然そのまあ真空管の劣化も含めてね、音が変わってくると思いますが、ちょっと足りないかなっていうのが正直な印象でございました。はい、今もう一回ね、ちょっとレクチの方に戻してみました。ちょっと弾いてみます。いかがでございますかね。まあ本当にちょっとした差なんだけど、まあ俺的にはレクチの歪みの方のがまあ気持ちがいいというか、弾きやすい。まあ歪みのフレーズってまあ今みたいにね、あのブリッジミュートしたりとかして、まあこういうフレーズというか、リフが多いんですけれども、歪み量が多くなりすぎちゃうと今度はまあ潰れてしまうし、ちょうどいい加減でなおかつ、サスティンがうまく効くように、歪ませるっていうのは非常に難しくてですね、まあ今俺ちょうどいいかなと思ってます。ここに、このブースターかませば完璧かなと。まあ今自分で弾きながら、やべえブースター手放せねえなんてちょっと思いましたけれども、作り方としてはまあアンプのまあ2時ぐらいまでにしといて、プラスブースターをほのりかけるとちょうどいい歪みになるのかなと思います。まあシミュレーターはね、あくまでもシミュレーターということで、まあこれが例えば自宅で DTM でこういうのを使うとかね、いう時はまた違ってくると思いますし、まあ実際にこうやってスピーカーから出した時、まあそのスピーカーのまあこれ変な言い方になっちゃうけど、イカレ具合というか、あのどのぐらい年数が経ってるものなのか新品なのかによっても変わってくると思いますし、それは真空管も同じことでね、変わってくると思いますので、まあいろんなスタジオに行った時にですね、まあセッティングする際に、まあ最初にアンプでちょっと歪ませてみて、どのぐらいまで行くのかなっていうのを試しながら、ほんのりと、まあ、ブースターも含めてね、自分で、付け足してって、あと持っているその歪みのエフェクターも、比べながら、どの辺が一番気持ちよく歪むかなっていうところを、
を調べながらやっていくといいと思います。基本的にはアンプの歪みが一番重要かなと思いますので、はい、ですので今日の、まあ、対決じゃないですけど、まあ、アンプシミュレーターでどこまで近づけられるかというのは、まあ、うん、近づかなかったねっていうのが正直なところですかね。音圧も含めてね。ですので基本的には、まあ、メタルのギターを弾こうと思った場合は、まあ、メタル、まあ、もちろんマーシャルも当然いいアンプなんですが、まあ、歪み、自分の好きな歪みを見つけられるように、まあ、ちょっといろんなお店で弾けるなら弾いてみる、スタジオに行ったらスタジオで、歪みを試しながら自分の好みのアンプを見つけて、購入できるなら購入した方がいいんじゃないかなと私は思います。